ここからの時間は沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は浦添市手だこ未来応援居場所づくり運営団体ハッピーティダクラブ、ヤフソのヤフソ子ども育成会、から会長の加藤陽子さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけども、ヤフソ子ども育成会というか どこから話そうかな。ハッピーティダクラブっていうのはどんなクラブなんでしょうか。はい、ハッピーティダクラブというのがこの応援場所運営団体の団体名になっておりまして。あ、はい、これは団体名ですね。はい、それで一応今活動しているところで子どもたちの支援ということで、はい、食堂だったりとか、放課後 の居場所作りをさせていただいております。これをヤフソの方でやってらっしゃる。ヤフソ自治会の方をお借りしてやっております。自治会の中でやってるんですね。はい、ハッピーティダクラブってその子どもに、まあ、食事を提供したいということなんですけど、どれぐらいの頻度というか、いつも何日ぐらいにやってるんですか。そうですね、今はもう月2回っていう形で、はい、各週土曜日させていただいております。土曜日に、まあ、お休みの時子どもたちが集まって、はい、食事を食べたり、まあ、いろんな時間を過ごすって居場所ですよね。そうですね、行われているってことなんですね。でこうした、まあ、ここのヤフソ子ども、ハッピーティダクラブには大体どれぐらいの子どもたちが集まるんですか。そうですね、一応居場所の方には、はい、この食堂の方には一応親子で参加してくださる方も多くて、まあ、多い時にはまあ5、60人。あ、すごい、はい、すごいですね。5、60人理事会に入るんですか。大ホールがありまして。あ、すごいな、はい、ヤフソ大ホールあるんだよ。大ホールがあるんですよ。僕らいろんな自治会もちょっと見に行ったんですけどね、はい、大きい自治会もあればちっちゃい自治会もあってね、5、60人入る自治会っていうのはあまり聞いたことなくて、ヤフソすごいですね。そうですね、舞台もあってすごい、はい、大きいホールです。素晴らしいですね。そこに集まってイベントとかもやられたりするんですね。はい、大体まあ月1だったりとか、はい、地域のイベントと絡めたりとかっていうことで、大体年末この時期から多いですね、イベントの方。あ、そうなんだ。これからどんなイベントがあるんですか。はい、これから早速クリスマスですので、はい、25日にはまあ大クリスマスイベントっていうクリスマスパーティーだったり、はい、まあ、来月はですね、一応いろんな企業さんから応援いただいてるんですけども、今回1月6日に、はい、まあ、県のパチスロ組合さんっていう大きな団体さんから、うん、はい、一応助成金の方をいただきまして、はい、地域コミュニティ作りを兼ねて、はい、まあ、八福祉ということで食堂の初めての日なので、はい、一応みんなで餅つき大会をしましょうということで、はい、500人ほどの餅を準備して、はい、皆さんの参加をお待ちしております。わー、すごい。餅っていいですよね。はい、餅ついたやつ食べるんですか。そうですね、つきたてを。いいですね。はい、最近は餅つきはついただけで、うん、あとは小分けにしたやつを分けるとかっていうものもあったりするんだけど、はいはいはい、あれ見てて思うんだけど、うん、その餅僕食べたいなって。ついてるやつ。もう今なんかコロナとか衛生面とかっていろいろ厳しいかもしれないんだけど、うん、いや、そのついた餅僕自分どうなってもいいんで食べたいなみたいな。そんなに問題ないと思うんですよ。もともとそうやって食べてたもんだから、うん、今なんかいろいろ厳しすぎて、うん、それをつきたての餅、子供たちも食べさせたいですもんね。子供たちに体験をさせて、うん、そのまま、まあ、大人の方で仕分けするんですけども、いい、ね、温かいうちに食べてもらうっていうことで。そうなんですよね、はい、うわー、いいですね、うん、お餅も配ってって。数も500でしたっけ。そうですね、すごいですね。お餅はちょっと大人の方にも誰でもっていう形でお配りしたいんですけども、うんうん、はい、それプラスまた子どもたちには、まあ、お年玉代わりに、はい、おにぎりの方と一応お菓子の方も準備してますので、はい、それもお配りしたいと思っております。なんか子どもの支援とかそういう感じの雰囲気を最初団体にあるのかなと思ったんですけど、はい、やってることは本当になんか自治会的な、本当地域のためにもなるような、広くみんなに楽しめるようなことをされてますね。そうですね、うん、ハッピーティダクラブ自体今年7年目、すみません、7年目のスタートを迎えたんですけども、はい、最初はいわゆる困窮貧困対策事業っていう形で、うんうん、まあ、子どもたちに食事をあげるとか困った世帯に物資を届けるみたいな活動ではあったんですけども、うん、はい、やっぱりなかなかその困ってる家庭だけではなく、うん、いろいろ状況あって、うん、やっぱり誰でもではないですけども、まあ、そういう方々にもそういう場所を届けたいなっていう思いで、うん、最近イベントが重視になっております。本当にいいことだと思います。貧しい人たちを助けるために言ってると、うんうん、
それで一つ区切りができちゃうんだよね、うんうんうん、で自分はあと貧しいのか貧しくないのかって判断も困るじゃん、うんうん、で貧しさって食べ物が食べれないとかお金がない貧しさだけじゃなくて、うん、関係性の貧しさってあるよね、うん、地域で自分がつながってる感じがしないとか、うん、つながりたいとかさ、でそういうのって本当は貧困支援でって打ち出してやるよりこんな風にみんなが入れる方が解決したりだとかいろんな人に、うん、いい恩恵を与えることができると思うんだよね。だからすごく、いい取り組み企画ですねって思いました。こんな、うん、ハッピーティダクラブなんですけど、先ほど7年前からもう7年活動してるってことだったんですけど、はい、最初始まったきっかけっていうのはどのようにして始まったんですか？始まったきっかけは一応ずっと PTA ですとか地域の行事には関わらせていただいていろんなボランティアとかをやらせていただいた中でやっぱり困りごとっていろいろあると思うんですけども、やっぱり習い事に行きたくてもやっぱりちょっとお金が厳しいとかで、放課後ちょっとやっぱり放課後から夜にかけて一人でご飯を食べてるとか一人でお留守番をしてるっていう孤食だとか孤立した子どもたちをよく見かけるようになって、ちょっとなんとか地域の方で居場所作りができないかなということで、この八房自治会さんに相談してこちらの場所をお借りして、食堂とか放課後の、うん、放課後教室だったりとかをさせていただくことになりました。あ、それからもう7年経つわけですね。そうですね、いろいろとその7年の間にいろんな物語だとか、いろんなことがあったと思うんですけれども、うん、その中でなんか現場にいてて、見てきた課題というか、現場だからこそ見てきた分かるような、うん、普段僕らから分かんないけどそちらで見てきた分かるような課題点だとか、こうした方がいいとかみんなに伝えたいことみたいなのってありますか？はい、やはり貧困という言葉がちょっとだいぶいろいろ言われてくるんですけども、先ほどもあったように、うん、本当に困ってる方っていうか本当に食べられない子ほど来たくても来れない状況がありまして、うん、っていうのもやっぱり人の目をやっぱり子どもたちは気にします、うん、あと地域でやってる以上やっぱり地域の目も気になります、うん、なので同じ浦添市でもその自治会っていうよりは他から来られる方とかもいらっしゃるんですね、うん、やっぱり自分を知らないところだったらいけるかなとかっていうところで来られる方も多くて、最初の頃はで、やっぱり慣れてきてもやっぱり地域の目でちょっと困ってるのみたいな、うん、フレーズが出てくるとやっぱり来づらくなる、うん、うちは一応食べれてるんですけど、うん、っていう形で、じゃあ自分が来ちゃいけないところなのかなっていう形で子どもたちが遠慮してくるんですけども、うん、やっぱり子どもってつながりたいので困る困らないよりも先に人が体験してることだったりとか食べてるものだったら自分も食べてみたいな、食べられてない自分たちもなんか貧乏なのかなとか、うん、そういう中で子どもたち同士のつながりでやっぱりいろんな悩み事とか話したりとかっていう場ができたりとかして、私としては、うん、食べる食べない食べれる場所っていうよりはそういう子どもたち の, 集まれる場所みたいなのが最初からできてたので、それが良かったかなと思ってます、うん、ありがとうございます。本当にそれって課題ですよね、うん、子どもの支援してる人で例えばその始めたきっかけとなるようなそのキーとなるような人がそういう気持ちを理解してて分かっててもボランティアさんが集まってくる中でボランティアさんによってはこんな困ってなさそうなやつらにあげなくてもいいんじゃないみたいなことを言う人だとか、まだ理解が足りてなかったりだとか、さっきのとか辛いですよね。本当に困ってるのって聞かれて、困ってるねって聞かれて、じゃあ自分がいかに困ってるのかのスピーチでもすればいいのかとそんな惨めなことあるかって思うんですよね。自分がどのようにして困ってて食事もとかこうでああでっていう議論もしたくないじゃないですか。だからとてもそれって想像したら分かると思うんですけど、その先ってとても寂しいことですよねって、答えても答えられなくても辛いよねって。だからやっぱり貧困のためとか貧しい方々のためにっていうのがバックにあったとしても、こういうところでやるときにはそういうの出すのってやっぱ難しいし、出さない方がいいもんだと思うし、誰でも来ていいですよって本当は言いたいよねって思います。助成金とか支援とかもらってるとなかなかそこが難しかったりするんだけど、でも本当はそこも理解してほしいよねって。そもそも困ってなかったらとかね、どういう人が来ると思って、ここで食べてってそれを貯金していくような人がそんなにたくさんいると思ってるのかなって想像してほしいなってよく思ったりするんですよね。だからその課題っていうのは本当に僕もみんなに知ってほしいし、
未来チケットの時とかもね、うん、金秀の未来チケットも困ってない人が取ったらどうするのって、うん、困ってるかどうか聞いたらみたいな意見があったっていうのがあって、うん、どうやって聞くのってレジで困ってますか判定するの、うん、って思ってで困ってますか判定した人が取れたとしてもあれ取るイコールみんなからチケット持ってたら あいつ貧乏人だぜって言われるようになるのって、ね、だから誰でも食べていいですよっていう話になってるじゃないですか、うん、だから本当にこれが課題なんだってことを分かってほしいよね、うん、子供に対してそんなケチくさい大人でたちでいたくないし子供たちにそういうふうに思われたくないよねって思ったりします。本当にその課題みんなに伝えたいなと思います。でそのまあいろんなことがあったと思うんですけど今現在の、まあ、これから今までの7年これからのまた新しい、のが物語というかいろんなことがあると思うんですけれども今のその夢とか目標こんなことしていきたいなあんなことしたいなってことはありますか。今まで7年間ですねあの地域の方にいろいろ支えていただいたり企業さんとかにもいっぱい応援していただいた中でたくさんの子どもたちが育っていったんですけどもその子どもたちがやっぱりあの中学高校大学と育っていく中でボランティアとして戻ってきてくれてるあの状況があってまあその子たちがまあお兄さんお姉さん的にあのいろんなお手伝いのみならず子どもたち、まあ、小さい子とかのまあ、一人っ子とかが多かったらお兄ちゃん的存在になったりお姉ちゃんになったりっていう形でそういう体験あ、まあ、体験じゃないですね、まあ、そういうあの応援をしてくれてる中であの今後はやっぱりあの子どもだけじゃなくてやっぱり自治会、まあ、地域ですのであの高齢者の方とかやっぱり一人暮らしの方とかいろいろ困ってる方とかもあの本当にそれこそ誰でも大変だったら一度来てくださいみたいな形の食堂でありたいなっていうこととそれをこう応援していく子どもたちを今度どんどん見守っていって育っていけたらな、うん、あの育って戻ってきてもらえたらなっていうのが夢ですね。素晴らしい本当に夢だと思います、うん、応援していきたいなと思います、はい、あの本当にそうですよね子どもだろうが誰だろうがっていうそのこういう交流できる場所が減ってきたから、なんか助けを求められるような場所も減ってきたから困っててっていうので、うんなんかその出て撒いた種がまた戻ってくるような、うん、そういう街づくりって本当に素晴らしいよね、うん、なんかもうそれが実際に行われてるんだったらそんなそれ以上素敵なことってないですよねって、うん、って思うよね、はいうん、であの僕が子供の頃お世話になってそこでねお世話になって、うん、で助けておじいちゃんだったらまた本気をし例えば本気をまたそこに行くみたいな、うんずっといてもいいずっといてもいいし俺にも順調な時もあったんだけどねみたいなことを言いながらとかね、うん、なんかそういう話とかできたら本当素敵ですよね、うん、そうですねありがとうでもまた戻ってきてボランティアしてくれるってすごいいいですよね、うん、あのこの架橋沖縄は、沖縄の支援を紹介しつなぐということを目的としておりまして、今ラジオを聞いた方であハッピーティダクラブさんの活動そんな活動なんですねと、何か自分も力になれることがあったら力になりたいなという人がいた場合人でも物でもお金でも何でもいいのでこんなものを必要としておりますというのをぜひともお伝えいただけますでしょうか。はい、もちろん物資もありがたいんですけどもやはり今までお話ししたようにあの 人とつながるっていう意味でいろんな方に関わっていただきたいというのがありまして私の方の食堂は月1あ第1土曜日にやってるんですけどもいろんな方があの食べに来ながらいろんな子どもたちと関わっていただいたりとかしていますのでいろんなあの企業さんの方もぜひあの見に来られながら一緒に自分たちも食事をしていただいてこの子たちがあのどういうことを望んでるのかなっていうのを実際見て経験あの体験していただけたら一番だなっていうのとあと今クリスマスやなんかであのイベントとか多いと思うんですけどやっぱりクリスマスイベントとか高いんですよ入場料とかが、うん、そういう中でやっぱりあのやっぱり何名か行かせられたとしても手持ちの資金ではもうそんなに行かせられないので、まあ、こういうイベントの時期とかにこういう入場券だったりとか子どもたちが直接体験できる、うん、あのイベントなどがありましたら ご招待いただけるととても嬉しいです。ありがとうございます。最後に、先ほどもお伝えしてもらったんですけれども改めてクリスマス会のイベントと餅つきのイベントの、はい日程を紹介してもらえますでしょうか。はい、クリスマス会は12月25日なんですけどももう一応すいませんちょっとあの残念ながら締め切りといいますかそうだったんですね。もう100人ほぼほぼ埋まっておりましてすごい。で1月6日の餅つき大会はまだまだこれからあの呼びかけをしますので、はい、あの地域の皆様地域外の皆様もあのぜひヤフソ自治会をご覧になりながらいらしていただけたらなと思います。
ありがとうございます、令和6年1月6日土曜日ですね、ヤフソ公民館広場中志公園で、午前9時半から受付開始10時スタートってやつですね、はい、ぜひとも餅つき大会の方を皆さんご参加よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ、架け橋沖縄、最後に皆さんに伝えたいことなどあったらぜひ、はいはい、これからもたくさん の支援をお待ちしておりますので、皆さんもどうか子どもたちの応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、浦添市手だこ未来応援居場所づくり運営団体ハッピーティダクラブ、ヤフソ子ども育成会会長の加藤陽子さんに来ていただきました。今日はありがとうございます。ありがとうございました。